どうも、うずです。今週の月曜動画、今週の月曜動画は先週木曜日ですね、2月25日に CP プラスの初日行ってきて、動画の方はもう上げたんですけど、その実際行った動画、まあ、行った動画をねちょっと下にリンクつけときますので、ちょっとまだ見てない方は見てみてください。18分ぐらいの動画になってしまって非常に長かったので、 CP プラスに関しての感想をちょっと言う時間をねはしょってしまったんです。それなので今回月曜動画でその感想を話したいと思います。で、実際 CP プラス行ってみて、で今回はちょっと今ね撮影しているイオンス 70D の方で、ずっと撮っていたので、この小型のやつじゃないんですが、これねカメラ自分で持ちながらいろいろと商品をレビューしたりとか案内するって実際難しいんですよやりにくいんです。だから今回はそれでもちょっとでもね面白く見せたくて、タッチ&トライコーナーっていうのがよくカメラブース設けられてるんですけど、そうすると台があってそこにカメラが乗ってるわけですから、ちゃんと係の方とかにお断りして YouTube でアップロードするんですけど、いいですかって断った上で、カメラを置かせていただいて動画を撮ってたんです。これもそうですね、今 EOS80 で試してる動画なんですけど、でこの時にも、こんな風にちょっといじる人あんまりいないですよねって言ったら、はい今回ではまだ初ですみたいに言われて、ただ今回このカメラのね採点だから余計許されたんだと思うんですけど、このスタイルはすごい自分的にもね気に入ったので、来年再来年また CP プラス行く機会があったら、こんな形でもうちょっとねいろんなブースもう少し回って同じような撮影方法を取っていこうかなって思った今回の CP プラスでした。で実際動画のね合間合間に入ってくれてる女の子たちがいるんですけど、よく写真撮らせてもらっていいですかって言って写真撮るんですけど、普通はね、ただ私の場合静止画はねまあ置いといて、いつもは静止画でよく撮ってるんですけど、今回静止画はちょっとはしょらせてもらって、一言ねちょっと動画で一言メッセージお願いしたいんですけどいいですかって言って、 YouTube にもアップロードしたんですけどいいですかって言ったら、ほとんどの、ね、方がね、あ大丈夫ですよって言ってくれて、快く受けていただけました。ただね一人だけね、ちょっとメーカーは言わないんですけど、断られました。動画撮るって言って、それどういう企業の方なんですかって言われて、 YouTube で個人的にやってるものなんですけどって言ったら、ダメです、そういう個人的な映像は撮らせられませんって言われて、すごい綺麗な女性の方に断られました。まあそれはしょうがない、それはしょうがないよ、それはそうだよ、全部 OK だったら聞く必要ないもんね。まあそんな形でいろいろとちょっと今回はチャレンジもさせていただいたんですが、非常に楽しめた CP プラスでございました。でカメラに関しましては、ニコンをちょっと忘れてしまって最後寄ったんですけど、やっぱり D500 のポテンシャルの高さが分かったりとか、あとは EOS80 で実際触らせていただいて撮影試したんですが、まあ動画はねちょっと試せなかったんですけど、 70D からね考えてやっぱりより洗練されたいい商品になってるようなイメージは受けました。でこの CP プラスの動画の時にコメントで、うずさん今回は何か欲しいものありましたかって言われたんですけれども、欲しいのは実際いっぱいありますが、中でもスチールカメラとして使うんだったらペン F がすごく興味深かったです。動画に関してはそのマイク端子がないというところでちょっと微妙なんですけど、静止画だったらあのサイズで、そしてあのデザインかっこよさですからね、常にこう持ってたいカメラになるんじゃないかなと思いまして、高くて買えませんがペン F はすごく魅力を感じました。ソニーのブースにあった α6300 のオートフォーカスの速さとか精度、あれの印象もすごい良かったんですけど、私個人としてはそんなに動きの速いものを撮る予定もないですし、 α6300 は私には必要ないかなと思いまして、カメラ本体よりも結構ねカメラに使うツールが充実してきたなって印象はあります。今回はマンフロットの方でお話を聞かせてもらったのもありましたが、各種三脚もデザインがかっこよくて使い勝手の良さそうなものも増えてますし、カメラバッグだったりそのカメラのねグリップになるようなものだったり、いろんなものが同時にね展示されているので、そういったものの方が逆に興味引くものは多かったと思います。まあ、ともかく2017年、来年の CP プラスも非常に楽しみでございます。というわけで今回の月曜動画はこういう形のちょっと CP プラスのね簡単な感想動画にさせていただきたいと思うんですけれども、今回の月曜動画のアンケート、カメラがね興味ないって人もいると思うんですけど、あえてカメラメーカー好きなメーカーはどちらになりますかっていうのをアンケート取らさせていただきたいと思います。でメーカーはちょっとね5項目しか入れられないので、私の方で決めた5メーカーをアップさせていただきますので、その中でお答えいただければなと思います。カメラに興味ない方は今回項目ございませんので、アンケートを無視していただいて結構です。ではまた別の動画で、バイバイ。